はいはいはい、皆様、皆様、ちょっとした速報、ちょっとした速報なんだけれども、とっても大事な速報いきますね。これね、かねてからの懸案事項、かねてからの懸案事項であった、アメリカ軍基地があるですね、グアムの真裏のですね、太平洋島諸国、これ10カ国くらいあるんですよね。ミクロネシア連邦とかですね、ソロモン諸島とか、ほら、オーストラリアの真上ですよ、オーストラリアの真上。この辺にですね、中国軍がですね、これ金をばらまきながらですね、入ってきてですね、おい、太平洋島諸国よ、金を山ほどばらまいてやるから、アメリカ側からこっちにつけ、なんていうことをですね、これ数年かけてですね、工作を図っておりまして、これ、ね、パプアニューギニアとかね、もうほんとオーストラリアの真上の国ですね、パプアニューギニアとかソロモン諸島がですね、ググッと中国に近づいてしまってましたよね、これ。近づいてしまっていたんですよ、本当に。特にソロモン諸島なんかは結構やばい状況になっていて、中国と安全保障協定を結んでしまったりとかして、なんかソロモン諸島はですね、中国軍の基地は作りませんから安心してとか一生懸命言ってんだけど、中国のする言うことは中国でございますから、いつの間にやら基地ができてましたなんていうことになったらですね、ね、そうなったらね、グアムの真裏ね、もしも台湾有事がね、ここで起こった時には、このグアムからですね、飛行機ブンブン発進してですね、台湾と日本を守ってもらわなきゃいけないのに、このグアムの真裏に親中国家が1個でもあって、しかも中国軍基地があるなんていう状況だったらですね、これ挟み撃ちにされてしまう、真裏から襲われてしまうからですね、非常に懸案事項だと僕前から動画で言ってたんだけど、この懸案事項ですね、これね、アメリカ軍が力で抑え込めに来ていますよ。これ状況を言うとですねこのね、ソロモン諸島とかパプアニューギニアのですね、真上にあるミクロネシア連邦を中心にしてですね、まあ、あと、パラオとミクロネシア連邦と、あとマーシャル諸島もあたりもそうかな。この、ね、特にね、今回注目なのはミクロネシア連邦ですよね。ここを中心にしてですね、がっつりこの3つのね、島がですね、アメリカ側にググーと寄りました。しかもね、このミクロネシア連邦っていうのはね、なかなかね、これ心強い国でございましてですね、なんかこのね、ソロモン諸島ね、中国に一応グーと寄っていってしまったソロモン諸島に、おい、中国軍を入れるんじゃないと。こんなところで、ね、アメリカと中国のですね、この政治的な紛争をですね、我々の島嶼国にこれ入れるつもりかっつってですね、ソロモン諸島を叱りつけるというような一幕があったとね、いうような状況なんですよ。ほんでね、しかもですね、これね、そのソロモン諸島そのものもですね、これアメリカが、ね、抑え込みに行っていて、これはね、ソロモン諸島は本来はね、これね、多分ね、西側で言えばオーストラリアのですね、お仕事だったんですよ。こっちは西側諸国にね、つなぎ止めておくのはオーストラリアのお仕事だったんだけど、ちょっとオーストラリアさん、ちょっと失敗しましたね。ちょっとしくりましたよね、これね。そこでね、アメリカが助けに入ってきて、今ね、ソロモン諸島にアメリカの大使館がですね、これ30年ぶりとか言ってましたっけ？30年ぶりにですね、ソロモン諸島にですね、アメリカの大使館ができるという状況でですね、ググと引き寄せておりますという形で、このね、懸案事項であったですね、太平洋島嶼国、アメリカがですね、これ、力で持ってですね、西側諸国にグググとですね、引き寄せまして、今ね、まとめようとしていると。で、グアムの裏のですね、この、広告の憂いがですね、これなくなりそうですよというお話でございます。前置き投げ、どうも闇の熊さんでございます。そしてですね、このですね、微妙な外交問題、この微妙な外交問題を教えてくださったのは、やっぱりメイさんです。もうね、俺のことメイさんの犬って、メイの犬って呼んでくれ。メイの犬ってなんかいいな、おい。おい、犬って呼んでくれ。おい、ほんとだよ。なんかもうほんと、毎回ね、動画出すたび、メイさん言うと、申し訳ない。もう俺、メイさんにね、何にも書くことないのよ。いずれですね、私、メイさんにね、ほんとね、ガチンとやられると思うから、その時は土下座し謝ると思います。ほんと、メイさんね、ほんとね、前から言ってるけど、本当ね、フォローしといた方がいいと思いますよ。マジで。メイさんが賢いっていうのもありますしね、このね、微妙なですね、太平洋島嶼国の問題をですね、きっちりと取り上げてくださったっていうのもありますし、またね、これに対するフォロワーかっこいいよ。フォロワーが賢い。もうね、新聞読みよりもね、これメイさんのツイートとね、そのフォロワーの方々のですね、文章を読んどいた方が、もうそれだけでめちゃくちゃ勉強になりますよ。これね、もうそれだけ先にも動画で、ね、使わせていただくんでね、ちょっとこれ、広告もさせていただきますわ。もうメイさん、フォローしとけ、本当に。ほんで、今回ね、何がきっかけでそう言ったのかというと、これですよ、アメリカとミクロネシア、地図で言うとですね、ここさっき言ったミクロネシア連邦ですね、アメリカとこのミクロネシアがですね、金曜日、2日前でございますね、両国の緊密な連携を再確認する覚書にですね、署名をして、アメリカがミクロネシア連邦で防衛基地を運営することを許可しました。来たねー。つまり、ここのミクロネシア連邦の中にですね、アメリカの防衛基地、アメリカ軍の防衛基地ができるわけでございます。万が一、ソロモン諸島がですね、中国にこうなびいちゃってですね、ね、ここに中国軍基地ができたとしても、ここでですね、ここの防衛、アメリカのね、防衛基地でですね、抑え込むことができますので、こちらで安心して戦争とか今やめ、したくないんだけど、いや、アメリカの太平洋島嶼国がね、アメリカ側に来るってすごいいいことなんですよ。これがね、アメリカ側にググッと寄ればですね、ここでの戦争を避けられます。中国としてもですね、簡単に開戦ができないという状況になりますから、これとってもいいことなんですよ。はい。そのミクロネシア連邦にですね、これ、米軍基地がですね、できるというお話。またですね、ミクロネシアのパヌエロ大統領はですね、2月の
2日ですね、これね、岸田首相と会談をしてですね、うちの岸田君と会ったんですよね。中国を念頭に武力による一方的な現状変更の試みに反対を表明してくださいました。ありがとう。アメリカとですね、ミクロネシア連邦の協力覚書以外にもですね、昨日の2月の11日ですね、つい昨日ですね、アメリカとパプアニューギニアで、防衛協力協定交渉が開始をされていますと。だからね、これパプアニューギニアもですね、中国にかなり寄ってしまっていたんだけど、ここもですね、力でですね、アメリカがですね、こっちにグググと引き寄せようとしているわけでございますよ。ほんといい動きを教えてくださいます。これ本当にね、これめっちゃいいニュースだからね。こっちにね、こいつらを呼び寄せればですね、これ中国そう簡単に開戦できなくなりますから、これ本当にいい話なんですよ。署名されると両国の安全保障協力が強化をされ、パプアニューギニアのですね、国防軍の能力向上につながりますと。そして2月2日、岸田首相とですね、ミクロネシア連邦パヌエラ大統領の共同声明ね、自由で開かれたインド太平洋の推進、これはもう安倍さんが残した遺産ですよね。本当にとてつもない大きな遺産を残してくれたね、安倍さんってね。はい。パヌエラ大統領は、日本のですね、国家安全保障戦略、防衛戦略、防衛力の整備計画に心から理解を示し、全面的に支持をすることを表明しました。中国の太平洋での影響力を抑え込むわけでございます。これ本当にね、でっかいですよ。うん、ということをですね、メイさん教えてくださったんですよね。で、それがね、こちら、このエポックタイムズでもですね、やっぱり大きく取り上げてます。これね、本当にね、中国は開戦できにくい状況が今どんどん出来上がってきてるから。で、開戦したとしても、もうね、西側諸国で一斉にですね、中国を叩き潰すことができるという体制がどんどん整ってきてるんだよね。はい、アメリカ、ミクロネシア、中国の影響力拡大の中で、関係を深める覚書という形で、これね、本当ね、海外のマスコミはね、いっぱい取り上げてるんだけど、日本のマスコミって本当不思議だよね。全然取り上げねえんだよ。ほんでもですね、これね、はい、これ NHK が取り上げております。はい、ソロモン諸島で中国に、と安全保障協定みたいなものをですね、結んでしまっていたソロモン諸島。はい、アメリカがですね、力で取り返しに来ましたよ。ソロモン諸島にアメリカ大使館が開設。影響力を拡大する中国に巻き返しかという形でですね、これがですね、今月2月の2日にですね、流れたニュースでございます。そしてですね、ミクロネシア連邦の大使館、新事務所開設レセプションという形でですね、日本の中にですね、ミクロネシア連邦の大使館がですね、できたというお話、岸田君、ようやったよ、っていうお話もありますし、そしてアメリカとの協定近く延長ね。これね、さっき言ったですね、覚書がですね、金曜日に交わされた覚書、20年ですね、アメリカとのこの軍事協定みたいなものをですね、ミクロネシア連邦がですね、結びますよという形でですね、という話でございます。はい。そしてですね、これ嬉しいことにですね、日本の処理水の問題あったでしょ。原子力発電所から出るですね、ちょっと放射能を含んでいると思われる水でもですね、これ希釈して薄くしてですね、自然に影響がない形で日本が知るにもかかわらず、中国とか韓国の青バカさんがですね、水を捨てるなとか言ってさ、お前らが捨てる水の方がよっぽど放射能だらけじゃねえかという話なんだけどね。これに関してですね、日本の処理水の放出改めて指示をしますとね、どうもですね、この技術者がですね、このミクロネシア大統領のこちらの方ですね、パニュエロ大統領ですね、に対してですね、日本の希釈された水は大丈夫なんですよと説明をしたらしいんですよ。したらですね、やっぱ日本の技術者のね、ここが書いてあるわ、これ、東京電力福島第一原発から出る処理水の海洋放出を支持する考えを改めて表明。パニュエルさんはね、日本の透明性の高い丁寧な説明、それは中国と韓国と比べたら、ね、日本はね、バカ正直でございますからね、この手の説明に関しては俺世界一だと思ってるよ。信頼していただいて結構でございます。はい。高い丁寧な説明によって海洋資源が傷つけられる恐れがないと感じたと説明をしたという形で、非常にですね、これいい感じのですね、コメントを出してくださってるわけでございますよね。ほんでここにもね、この産経新聞もね、わわわわ言うとりますわ。でもありがとうな。中国を念頭に協力を強化、日ミクロネシア首脳会談という形で、首脳会談がね、まあ、行われたわけでございますけれども。日本でね。ここでやっぱり中国をですね、念頭に置いて手を結びましょうねという形で、ね、アメリカがですね、これね、この太平洋島しょ国にですね、手を入れてるだけではなくて、日本もですね、ちゃんと協力をして、ミクロネシア連邦をですね、西側諸国にぐぐっとで、ね、結びつけてるんだよね。岸田君、ね、ぶっちゃけね、お前、ええ仕事した。本当にええ仕事したと思いますよ。ほんでね、これね、俺がずっと不安だったのはですね、去年のね、春ぐらいからのこの話なんですよね。南大西洋諸国、ソロモン諸島と中国の安保協定が衝撃的だと言える理由ね。これね、僕動画にしてるから、この動画では深く言いませんけれども、さっき言った通りね、これソロモン諸島ですね、ここですね、太平洋のね、よいしょ、太平洋というかオーストラリアの真上にソロモン諸島の中がですね、中国と安保協定を結んでしまって、ワンチャンここに中国の基地ができるんじゃないかという状況がね、未だに一応あるんですよ。でこれをね、アメリカがね、大使館を作るなんかしてこう抑え込みに来てるんだけれどもね、という状況があったわけでございますよ。ほんでね、
もっとやばかったのは今年の6月なんです。これも僕動画で作って大騒ぎをしましたよね。ギリギリで避けられた最悪の事態、中国と太平洋島嶼国の危うい合意が先送りにという形で、中国がね、ほんとね、このね、太平洋島嶼国を味方につけたらですね、アメリカの裏、米軍基地の裏がつけるもんだから、もう全身全霊でこのね、ツバルとか、あのサモアとかね、よく聞くでしょ、バヌアツとかですね、フィジーとか、この辺をですね、一気に中国に取り込むためのですね、協定をね、実は結びに来ていたんですよ。これ動画にしてから知ってる方多いと思いますけれども、あのちょっと軽く読んでみる、軽く読んでみる。これですね、どんな形だったのか、中国のですね、南大西洋の外交は、西側国際社会が懸念をしていた最悪の事態をなんとか避けることができたわけでございます。最悪の事態とはどういう事態だったでしょうか。中国とさっき言ったですね、太平洋島嶼国10カ国が、刑務、安全保障、開示、データセキュリティなどを含む包括的な地域協力合意の草案について、5月30日にフィジーのですね、首都スバで行われる、中国太平洋島嶼国外相会議において調印してしまうことだったんですよ。これやばかったんだけれども、これ西側諸国、特にアメリカがですね、ゴリゴリに動いてですね、これに調印することをね、避けさせたということがあるんですよね。これは本当にギリギリのタイミングだったんですよ。で、これもし調印をしてしまっていたら、ワンチャンこの太平洋島嶼国、下手をしたらミクロネシア連邦なんかも含んだ、このソロモン諸島も含んだですね、この太平洋島嶼国が中国側に立つ可能性があったんですよ。そうなるともうグアム基地がですね、これね、下手をすると孤立をしかねない状況だったんですよね。もうそんなグアムからのですね、全身全霊の台湾有事への対応がもうできなくなりますから、これね、日本やばかったんですよ、これ。で、これをですね、なんとか避けることができたっていうのがさっきのニュース、6月の段階で、これ僕動画にしてよかったーっていうのが半泣きで動画を作った記憶がありました。うん。ほんでね、このね、とはいえですね、まだまだ中国はこの太平洋島嶼国が諦めておりませんから、いや、諦めてないんですよ。だからね、その全貌をですね、説明してくれてる文章を見つけておりますので、これ去年のね、秋くらいの文章なんだけれども、当時からね、若干状況は変わってるんだけど、でもね、状況としてはよくわかるから、ぜひね、これ聞いていただきたいと思います。でね、これ油断できないのはですね、まあ、アメリカはですね、こうやってソロモン諸島に30年ぶりの大使館できたと。じゃあ、諸島もアメリカに、これ傾いたということじゃないですかって皆さん思いますよね。違うんだよ。あの、ね、やべえニュース一個お伝えしましょうか。これ知ってる人多い。ソロモン諸島で中国に批判的な習首相が失職をしたんです。ソロモン諸島の中で最も人口が多いマライタ州のですね、ダニエル・スイダニ首相がですね、7日、州議会で不信任投票を受けて失職をしてしまったんです、これ。この首相というのが中国共産党よ、出ていけって言ってた人なんですよ。この方は一番ね、ある意味、反中国政治家の中で一番影響力のある方だったんだけど、この方が失職をするという異常事態が起こったんですよ。これが2月の7日の話ですよ。だからね、ソロモン諸島はね、まだまだ中国はおそらく諦めてないし、油断はできない状況なんだよね。はい、このスイダニ氏というのは中国に批判的なことで知られていました。オーストラリア放送協会が伝えました。スイダニ氏は昨年4月に締結をされた中国との安全保障協定をはじめ、同国と、中国とね、ソロモン諸島の関係が深くなってしまうのを長年にわたって批判をしていたんですよ。ね。州内では中国企業を禁止して、アメリカからの開発援助を受け入れてたという形で、ゴリゴリにね、こう、西側諸国と仲良くするべきだって言ってた方なんですよ。この方がですね、その、首相の地位をね、追われてしまうんですよ。追われてしまったんですよ。この状況がある限りまだね、ちょっとね、油断はできないんだけどね。またマライタの住民は2019年にソロモン諸島の政府が台湾と断交して中国との国交樹立を決めたことに反対をしていたという形でね、このね、反中国の、リーダーがですね、あの、首相の座を奪われてしまうということが起こってるんだよね。だからね、まだまだ油断ができないんで、この辺のですね、情報ね、この記事がですね、結構詳しかったんで、ちょっとね、あの、知識として頭に入れておいてもらえるとありがたいなと思います。あとはね、メイさんのフォローしといて。本当にね、あの、岸田、あの、大臣ってさ、民間人からも選べるんでしょ。メイさんどうだ。あの、少なくともさ、リー・ホウセイよりはいい仕事すると思うよ。いや、林外務大臣よりはこのリアル峰不二子の方がですね、俺よっぽどいい仕事すると思うよ。いやスタート地点がね、リー・ホウセイだったらね、俺絶対メイさんの方が上だと思いますよ。いや、検討してみてはどうだ。リー・ホウセイよりは全然いいよ。そして日本の外務大臣はなんで美しいんだってことね、世界中でね、大騒ぎになると思いますから、そういう盛り上げ方もあっていいと思うんだけどね、これ余計な話だな。じゃあ読んでいきましょうか。はい、いきますね。太平洋地域で、中国とアメリカがつばぜり合いをしている。諸国はですね、地政学的な対立を利用した天秤外交をしているという形でですね、要するにね、まあ、この国々もですね、あの、別に西側諸国によるべき、進むのが、最高の道だとは実は思ってなくて、あのね、中国とアメリカはどっち、お金をたくさんくれる方にですね、我々は傾きますよとかね、まあそういうこと、まあそれがね、外交だから。正義と悪とかそのシンプルなもんじゃないから、それが外交だからそれはしょうがないんだけどね。そういうところをですね、アメリカは理解してきっちりと動いてますから、まあ大丈夫だよ。はい。天秤外交と。ちょっとね、鼻水出るんだよね、風邪ひいてね。ごめんなさいね。ちょっとね、ずるずる言いながら読んじゃってごめんなさいね。でもさ、このニュースはすごい大事だと思うんで、ちょっと読ませてもらいますわ。はい、いきますね。
はい。アメリカがですね、太平洋の情勢に猛烈な危機意識を示している。というのもですね、この地域ね、太平洋島嶼国のこの地域ですよ。中国がアグレッシブに関与を強めているからであると。目下ですね、つばぜり合いの現場、くしくも80年前、日本軍がターゲットとしたミクロネシアとメラネシアであるとね、これね、ガナルガナル諸島とかですね、あるわけでございます。あそこだよ、あそこだよな。なんか嫌な記憶が、まあいいや。ね、太平洋地域はですね、マーシャル諸島、ミクロネシア連邦、パラオなどのミクロネシア、そして、パプアニューギニア、ソロモン諸島、フィジーなどのメラネシア、そしてですね、キリバス、サモア、ツバル、トンガなどのポリネシアというですね、3つの地域に分かれていますとね、一番ね、バチバチになってるのはミクロネシアと、あとね、メラネシアのあたりですよね。ポリネシアはちょっと遠いからね、うん、ちょっと少し話には置かれてる感はあるかな、はい。はい、行きますよ。一方ですね、太平洋の国々と、オーストラリア、ニュージーランドなど、14カ国2地域はですね、太平洋諸島フォーラムを構成していて、加盟国や地域における対話と協力に取り組んでまいりました。そんな PIF にですね、最近アメリカが急接近しているわけでございますね。中国にね、この辺に手を入れられちゃったもんだから、大急ぎでアメリカが接近し始めたんだよね。もともとこの地域は戦後、日本から国連信託統治領を引き継いだアメリカがミクロネシア、そしてオーストラリアが地理的に近いですね、メラネシア。で、ニュージーランドがポリネシア、それぞれ勢力圏と位置づける事態が続いておりました。で、ここでね、メラネシアを見ていたオーストラリアがですね、ちょっと中国にやられてしまったんだよね、これね。うん、9月にアメリカはですね、PIF のメンバーをですね、ワシントンに迎え首脳会議を開催、共同宣言を発表し、この地域にあるアメリカ政府高官を6カ所から9カ所に増やすことを含めたパートナーシップの強化や気候変動対策の協力など11項目の関係強化を発表しました。これは中国に対抗するためにね。PIF は前身の組織を含めると約50年の歴史がございますが、今になってですね、アメリカが関心を強めている背景にはこの地域における中国の存在感が増しているからだろうと。この地域を中国に抑え込まれると、アメリカが自由に動けなくなる。しかもね、オーストラリアとアメリカがね、分断される恐れまで出てくるから、これね、本当にやばかったんですよね。中国はすでにパプアニューギニアとソロモン諸島に対して、様々な経済協力や安保協力をすでに実施をしてしまっていると。だからこそソロモン諸島の中で、反中首長が、反中国の州首相がですね、失職をするという異常事態が起こってしまっているわけなんですよね。これ今月起こってますからね、まだまだ油断はできんですね。できないんですよね。例えばですね、今月の4日、中国とソロモン諸島は安全保障協定を締結しました。今年の夏にはですね、アメリカの沿岸警備隊の巡視船の同諸島のガナルカナル島へのですね、寄港を拒否したことが明らかで、これ僕も動画にしましょうね。アメリカのですね、沿岸警備隊がですね、ソロモン諸島にですね、ちょっとアメリカ軍のね、休息場所としてですね、寄せてもらいますね、ちょっと休息場所として港を借りますねって言ったら、ソロモン諸島が来るな、アメリカ軍って断ったんですよ。これで世界ドキ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 ってなったよね。まさかソロモン諸島でそこまでガッチリ中国のものになっちゃったのつって。まあその後ですね、ソロモン諸島の首相がですね、いろんな言い訳をしたりとかしましたけどね。はい。ソロモン諸島はですね、9月末に発表された PIF とアメリカによる共同宣言に署名をすることを、なんと一時見送る姿勢も示しているという形で、まだまだ油断はできない状況であったわけでございますね。パプアニューギニアをめぐっても2018年頃ですね。まあパプアニューギニアここですね。ね、中国に寄ってるのがさっき、あと冒頭言った通りですね、ソロモン諸島とパプアニューギニアなんですよ。この二つがね、ちょっとやばいから、ここになんとか手を入れて、西側諸国にグググと引き寄せなきゃいけない状況だということですね。はい、そしてパプアニューギニアをめぐっても2018年頃、メナス島について中国企業から開発の打診がありました。これに対して中国の軍用機が利用できる空港や、軍艦の使用も認めるですね、港湾施設の整備につながるという懸念の声が、アメリカやオーストラリアなどで上がりまして、両国が開発を担うことで、パプアニューギニアと合意をするという形で、中国と合意をするんじゃないよ。そのこのくらいだったら俺たちが入っていくっつって、アメリカとオーストラリアがぐわーっと入っていて、中国を押しのけるという状況があったんだよね。メラネシアは日本軍が戦火中、戦中ですね、パプアニューギニアに設けたですね、ラバウル航空基地をですね、拠点に、ソロモン諸島のガナルカナル島で戦いを繰り広げた場所であると。これはですね、あれですよね、ほら、百田の親分のですね、永遠のゼロのですね、映画の舞台にもなってましたよね、ここね。ね、岡田くんがですね、って最後の方で悩んでたあの場所がですね、ラバウルですよね、確かね。うん、そしてですね、米軍のですね、お膝元とも言えるですね、ポリネシアにもですね、中国の影がちらついておりますとね、アメリカはですね、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島、パラオと自由連合盟約を結んでおりますと、アメリカがですね、この三角国の独立を承認して、三角国というのはさっき言ったここですよね、どちらかというと西側諸国とググッと手を結んでいるパラオと、ね、そしてミクロネシア連邦とマーシャル諸島、特にパラオなんかはですね、ここに水平レーダーを置いてですね、このフィリピン海に進出をしてくるであろうね、中国をですね、監視するという役目を今回ね、ちゃんと追ってくれましたからね。だからね、パラオ、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島は、がっつりアメリカ、ね、または日本とですね、手を組んでいると思っていただいて大丈夫だと思います。はい。
で、どこだ、どこだ、どこだ、アメリカがですね、この3カ国の独立を承認し、経済支援やアメリカとの自由往来の権利などを認める代わりにですね、アメリカが同地域に対して、排他的なですね、軍事的なアクセス権を得るという内容でありますとね、米軍に全てを任せますということですね、今年中にもですね、コンパクトの交渉、更新交渉が行われると言われておりますが、アメリカの懸念はですね、ミクロネシア連邦における中国の動向でございますと、そらそうでございますよね、ミクロネシア連邦は中国と国交がありまして、同連邦からの独立をめぐるですね、住民投票の動きがある中国州に対して、中国はですね、相当規模の援助を提供、そればかりかですね、住民投票にも介入しているというですね、未確認情報があるというくらいやばかったんですよね。そのため中国はですね、このコンパクト更新に向けた交渉にもですね、介入するのではないかとアメリカは超絶警戒をしていたわけ。これミクロネシア連邦の話よ。ここよ、もう今は西側諸国にガッツリ寄りましたけれども、去年の秋ぐらいはミクロネシア連邦も結構やばい状況だったんですよ。これをアメリカが剛腕で引き寄せたわけでございますな。はい。アメリカがですね、コンパクトの更新に失敗をした場合、一体どうなってしまうのか。これね、このコンパクトがですね、見事に、今回ね、更新されたわけですよね。アジアの太平洋のですね、安全保障を専門とする、防衛省防衛研究所の佐竹主任はですね、次のように指摘をすると、ミクロネシアは米軍基地があるですね、グアムと近距離の位置にあります。非常に近いんですよね。またアメリカ軍はパラオに監視用のレーダー施設の建設を予定するなど、この予定がですね、もうすでに実行されて、水平レーダーが今も設置されてるのかな、建設に入ったのかな、っていう状況になってますよね。はい。同国における軍事プレゼンスを強化していますと、米軍が進めるですね、分散配置の拠点としてもミクロネシアの島々は重要でございます。仮に中国が同地域で影響力を持つことになれば、こうした米軍の戦略にくさびを打ち込むことになってしまうということで、非常にやばかったんですよね。そしてバイデンアメリカ大統領は PIF 諸国とのですね、首脳会議で、海洋安全保障などのために約ですね、$81,000,000、1170億円を支出する考えを示しました。ただ支出にはですね、アメリカ議会の承認が必要ですと。アメリカ議会はかつてパラオとのコンパクトの延長にですね、関する法案を8年間使用付けにしたこともありますと。でもね、今はその状況じゃないからね、きっちり前に進んでるみたいですよ。佐竹氏は専門家が少ないこともありまして、議会全体の関心が太平洋諸国に向いてこなかったのでしょうと。太平洋諸国の中にもアメリカは私たちを無視してきたという気持ちがあるようですよ。これね、確かにね、あるみたいなんですよね。またですね、経済支援をする場合、現地にはですね、インフラ設備ができる能力がある企業が不足をしていますと。アメリカなど、外国企業もですね、スケールメリットが小さかったり、資材や人員を運ぶ距離が遠すぎたりとかして、太平洋諸国への進出をためらう可能性があるとね、この国営企業が進出をしている中国に対抗するためには、課題がですね、まだまだ山積しているのが現状でございます。ちょっとコーヒー飲みます。はい、アメリカとオーストラリアとニュージーランドによるですね、分割管理という構造はですね、どのように変わっていくんでしょう。これね、アメリカがぐーっと手を伸ばしてくると思いますよ。佐竹氏は中国に対抗するため、志を同じくする国々と協力をして、集団で関与する体制に変わっていくのではないでしょうか、と語りますとね、なるほどね。一方ですね、アメリカ、日本とですね、イギリス、アメリカ、そしてオーストラリアとニュージーランドの5カ国で作るですね、太平洋島嶼諸国の支援の枠組み、ブルーパシフィックにおけるパートナーにはですね、インドも関心を示していると、インドもですね、クワッドのメンバーでございまして、フィジーには多くのインド系住民もいるそうでございます。で、アメリカとですね、韓国の関係を最重要視している韓国の、ユン政権もですね、クワッドや PBP へのですね、参加を希望している模様でございます。でもね、これはね、韓国はいらんわって言われちゃってるのが現実なんだけどね。はい、今後はですね、こうした3カ国でですね、情報を共有したり、資金や資源をプールしたりすることで、効率的な投資やですね、経済援助を行って、物量や資金力をですね、テコにして、影響力を強める中国に対抗していく考えなのだろうと。これがね、今のところはですね、うまくいっていて、投資国をですね、ぐぐーっとアメリカに引き寄せているという状況ですね。一方、日本は従来、ミクロネシアをですね、重視してきました。戦前に支配をした歴史的な経緯があるほか、米軍にのいるですね、グアムに近く、日本の安全保障に重要な影響を与えるからである。特に、あれですよね、どこだっけ。パラオなんかとは結構仲いいイメージがあるよね、今のところはね。はい。そしてですね、なんか最近はメラネシアのパプアニューギニアやフィジーでも自衛隊のキャパシティビルディング、能力の開発支援を実施しているそうでございます。ガダルカナルの戦いから80周年にあたるですね、8月、海事護衛艦キリサメが、ソロモン諸島のですね、ホニアラ港に寄港したのも、インド太平洋地域でのプレゼンスを示すですね、行動の一つであると。佐竹氏はこう分析をしますと、太平洋諸国にとっては地政学的に重要な地位を 100% 利用して、日米オーストラリアなどの諸国とですね、中国の双方から利益を得ることがベストの戦略でございます。アメリカやですね、台湾を明確に支持をするパラオなど、一部の国を除いて簡単にどちらか一方の陣営に突くことはないでございましょうと。なるほどね。でもですね、今はぐっとアメリカの方についてるんだけどね。
はい、太平洋諸国はですね、この地域に地政学的な対立を持ち込むなと主張していますが、これはね、でもね、中国が入ってきた以上ですね、もうね、もう無理なんだよね。同時にですね、地政学的な対立を利用して、独自の外交を展開しているという側面もございます。これが天秤外交と言われるもんですよね。アメリカさん、中国さん、たくさんお金をくれる方に僕たちはつくよ、なんてことをやってるんだけどね。まあ、でもこれはね、国際社会上ですね、まあ問題、まあ、しょうがないことなんだけどね、はい。最近の新型コロナウイルスワクチンの大量支援を見てもわかる通り、中国が物量では日米豪などをなんと圧倒しているとね、当時はそうだったんですよ。日米豪などは地域のニーズに寄り添った質が高く持続可能なですね、支援を考える必要がありますと。佐竹氏はですね、その一例としてですね、観光支援を上げているとね、太平洋諸国には観光収入が国内総生産 GDP の何割かを占める国がいくつもございますと、太平洋諸国を対象にした海外版のですね、GoTo トラベルを実施するのも一案だと言えますと、海底地震や津波観測、違法漁業の取り締まりなど、海洋状況把握のためにも、ための支援もですね、有効だというと、佐竹さんはですね、観測衛星の情報共有は将来的に安全保障分野の協力にもつながりますからと、語ると、当面ですね、アメリカと中国の綱引きがますます激しくなるこの地域から目が離せない状況が続きそうだという記事でございます。大体分かっていただけたでしょう、これね、状況としてはね。もう一回最後まとめるとですね、この辺のですね、島嶼国の中で、パラオ、ミクロネシア連邦、そしてマーシャル諸島はがっつり西側と今手を組みつつありますと。そしてですね、まだ、懸案だったですね、ソロモン諸島とパパニューギニアにもですね、ソロモン諸島にもアメリカの大使館ができたりとかしてですね、アメリカがグイグイと手を入れている状況ではあります。だから、かなりね、アメリカが優勢であることは間違いないんだけれども、たださっき言った通りですね、ソロモン諸島の中で中国に批判的だった州の首相が失職をするという状況がございます。これは俺ちょっと本当ね、ドッキドキのニュースなんだよね。完全にまだ西側諸国アメリカ側の対陣営に立ったわけではないという状況ではあるんだけれども、それでもですね、去年の秋とかね、夏頃から比べたら相当西側諸国に寄ってきましたよ。そしてここがですね、このね、太平洋島嶼国が西側諸国に寄ってきてくれるということは、万が一ですね、台湾有事が起きたとしてもですね、グアムとしては候補の憂いがございませんので、グアム基地からがっつり支援が飛んできますよと。そもそもですね、こっちのね、グアム基地の裏側にですね、これ中国を支援する国が一つもないという状況であればですね、中国はね、簡単にですね、海戦に踏み切れないという状況にもなりますから、本当にね、これね、平和のために、戦争させないためのまさに抑止力というものがですね、整いつつあるのではないのかなと私は思いました。ということでですね、この状況をですね、一歩皆さんにお伝えしたいなと思いまして動画を作りました。ということでね、このね太平洋島嶼国のですね、話っていうのは、これマジで、ここがね、中国にグリッと傾いたら、一気に海戦にね、持ってかれる可能性があったりもしますので、めちゃめちゃ重要な話なので、またですね、これで興味深いですね、動きがありましたら皆さんにお伝えさせていただきますので、もしよろしければチャンネル登録お願いします。というわけで、クマさんの動画終わりたいと思います。バイバイ。ちょっと鼻水ズルズルでごめんなさい。なんか別に風邪ひいたわけじゃねえんだけどね、なんか鼻水止まんねえんだよね。なんか嫌な感じだね、嫌な感じだね。というわけで、クマさんの動画終わります。バイバイ。あと、メイさんありがとうございました。メイさん、登録しとこうね。メイさんだからおっちゃん出てきちゃったけど、メイさんの登録ね、登録した方がいいよ。めっちゃ勉強になるから。はい、というわけで終わります。